サミュエル・ B ・ロバーツ。サミュエル・ B ・ロバーツは、アメリカ海軍の護衛駆逐艦。ジョン・シーバトラー級護衛駆逐艦の一隻。艦名は、海軍十字章を受章したにちなむ。サミュエル・ B ・ロバーツは1943年12月6日に、テキサス州ヒューストンの社で寄港する。1944年1月20日に、サミュエル・ B ・ロバーツ夫人によって、命名、浸水し、 1944年4月28日に、艦長少佐の指揮下収益した。収益後は5月21日から6月19日まで、バミューダ沖で大焼け身を行い、その後ボストン海軍交渉で信頼性試験を行う。サミュエル・ B ・ロバーツは1944年7月22日に、バージニア州ノーフォークを出港し、7月27日に、パナマ運河を通過。 8月10日に、新珠湾に到着し太平洋艦隊、チェスターニミッツ大将に合流した。サミュエル・ B ・ロバーツは訓練演習を継続し、8月21日に、船団と共に、出港。8月30日に、エニウェトク干渉に到着した。9月2日に、新珠湾に向けて出港し、10日に船団と共に、到着した。さらなる訓練の後、ロバーツは21日に、 出港、再び、エニウェトクへの戦団を護衛し9月30日に到着した。続いて、マヌス島に向かい、第77.4、三人無軍、通称、タフィさん、クリフトンスプレーグ少将に加わり、レーテ湾海域に向けて出撃、サマール島沖で、北部航空支援グループと共に、作戦活動を行う。1944年10月25日の夜明け直後、 サミュエル・ B ・ロバーツはこの日もサマール島沖で第77.4、3人務軍の護衛に従事していた。第77.4、3人務軍は、レーテ島の戦いの支援を行う国、航空基地として機能していた。第77.4、3人務軍は突然、夜のうちに、サンベルナルジの海峡を突破してきた、栗田竹雄中条を率いる日本の中央艦隊から、攻撃受けた。 7時35分、サミュエル・ B ・ロバーツは反転してくれた艦隊との対決に打って出た。目標を従順洋艦長会と応募式巡洋艦に定めたサミュエル・ B ・ロバーツは、コープランド艦長が艦内放送で我々は水雷突撃を観行する。結果はどうなるかわからない。だが義務を果たそう胸放送。煙幕を張りつつ突撃したサミュエル・ B ・ロバーツは、 鳥海から4600メートルにまで迫ったものの20センチ砲の射撃を受けた。これを受けサミュエル B ・ロバーツは鳥海にさらに接近し砲撃できないほど深く食い入った。砲弾はサミュエル B ・ロバーツの頭上を飛び越えていった。クリタ艦隊の砲撃はガンビア米に集中していた。サミュエル B ・ロバーツは艦撃を塗って鳥海かハグロ。 トネと、オボ式巡洋艦に対して、MK15 魚雷を3本発射した。少なくとも1本が命中したように見え、乗員は歓喜した。しかし、依然として砲弾が飛び交っており、サミュエル B ・ロバーツは、さらに約1時間もの間、栗田艦隊との対決を行った。鳥海と推定される、巡洋艦の上部構造物に、600発もの5インチ砲弾を、はじめ、 4 0ミリ機関砲と2 0ミリ機銃を浴びせかけた。8時51分、サミュエル B ・ロバーツは日本側の砲弾2発が命中し、2発目の砲弾は後部砲塔を破壊した。被弾したサミュエル B ・ロバーツは、チクマとオボ式巡洋艦の上部構造物などに5インチ砲を、微生、第三砲塔を破壊したと判断された。その直後、戦艦混合は、 円幕から出てきたサミュエル B ・ロバーツを発見し、このクラベン型区逐艦に対して36センチ砲弾を発射した。サミュエル B ・ロバーツは主砲弾の直撃をボートデッキに受け、第二機関室に長さ12メートル、幅3メートルの亀裂が入った。その後も大口径砲弾がサミュエル B ・ロバーツに命中あるいは試金弾として降り注いだ。 後部砲塔担当の兵装は用意された325発もの5インチ砲弾をすべて発射させた。救助班が到着した時、カー兵装は最後の一発を抱えたまま戦死していた。戦死したカー兵装にはシルバスターが授けられ、オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートの一艦であるカーは彼にちなんで命名された。また、同警艦のコープランド及び、 サミュエル B ・ロバーツは、艦そのものと艦長を記念して命名された。9時35分、コープランド艦長は、総員体艦を例して艦は放棄され、軽巡洋艦や萩と、第17駆逐隊、駆逐艦裏風、磯風、切風は、413という艦番号が、確認できるぐらい、サミュエル B ・ロバーツ近接し、止めの砲弾を浴びせかけた。 30分後にサミュエル・ B ・ロバーツは89名の乗員と共に沈没していったが、艦首の一部はしばらくの間、海面上に突き出ていた。コープランド艦長を含む120名の生存者は3隻の救命いかだに揺られ50時間を過ごした後救助された。ジョン・シー・バトラー救 95A 駆逐艦,艦の設計上の最高速は23から24ノットであったが、この戦闘の間に サミュエル・ B ・ロバーツは28.7ノットの高速を発揮した。サミュエル・ B ・ロバーツは1944年11月27日に除籍された。サミュエル・ B ・ロバーツが所属した第7 7 4三人務軍は戦闘における特別な英雄的行動を称えられ、を受賞した。サミュエル・ B ・ロバーツ自体には第二次世界大戦の選考で一個のを受賞し、 戦艦のように戦った護衛駆逐艦の愛称を得た。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。